ごめん、私この人ちょっと。朝日お願い。え、俺、まあいいけど。どうしよう、ライブで興奮しすぎちゃった。あのりっぴょん、新人なのに盛り上げ方が神すぎる。天性のアイドルなんだろうな。ああ、早く握りたい。で、君たちは何の用？ああ、いや、疲れてるようなので大丈夫です。うん、何でもない。あなたたちはさっきのミニライブ見てくれていたんですね。ええ、全部見ていたわ。りっぴょん本当に可愛い女の子なのね。りっぴょんの可愛さ分かってくれました。もう本当に可愛いんですよ。会場を盛り上げようと必死で、それでいてどんな時でも可愛くて、僕早速握手してもらっちゃいました。こんな僕にまで笑顔で優しくて、でも本当に小さくて、ああ、もう今日は手を洗いません。っていうか、もう一生手を洗わない。今日という日を僕は一生忘れません。だいぶご満悦みたいだな。ええ、でもこんなに夢中になれる理由、少しだけ分かった気がするわ。りっぴょんはポツターのつぶやきは毎日欠かさないし、載せてくれる写真も全部可愛いんです。好きなことをつぶやける流行りの SNS よね。自撮りなんてアイドルらしいわ。やっぱりりっぴょんは神なんです。もう僕にとっては女神そのものなんです。ねえ朝日、私たちのこと完全に忘れられてない？まあ仕方ないよ、そっとしておいてあげよう。で、あれ、確か僕誰かに話しかけられていたような。ついに人間のりっぴょんとの握手会です。握手券は300枚ある。私の解釈でりっぴょんと長い時間を過ごせる。なあ、ちょっといいか。まだ新人なのにもうこの人気、やはり私の解釈に狂いはなかった。これぞ2000年に1人、いや2万年に1人の逸材だ。だからこそ今日の握手会でりっぴょんの記憶に残ってみせようではないか。生のりっぴょんと握手が。お邪魔しました。おいおい、顔引きつってんぞ。なあ、この聞き込みいつまで続けるんだ。どんどん帰っていくぞ。俺もそろそろ帰って横になりたいんだけど。もうだらしないわね。そんなこと言ったって、結局妄想者は見つかんなかったじゃん。いえ、そんなことないわよ。初日の収穫としては十分なくらい。収穫なんてあったか。俺が分かったことといえば、りっぴょんは新人なのに人気で盛り上げ上手、ファンにとっては夢のようなアイドルってことぐらいだぞ。そう、それこそがまさに収穫よ。妄想ってね、夢と似た存在なの。お花屋さんになりたい、お菓子屋さんになりたい、そういった夢とすごく近しい存在なの。だからね、改めて周りを見てみなさい。右も左もりっぴょんファン、まさにアイドルの妄想に侵食された秋葉原だな。今この秋葉原はアイドルで盛り上がり、完璧なまでのアイドルりっぴょんの握手会が開かれてる。こんな妄想が生まれて喜ぶのは誰かしら。それじゃあやっぱり妄想者はファンの誰かってことか。朝日も少しは慣れてきたっち。で、いきなり出てくんなよ。人が減ってきたから出てきたっち。二人で仲良く話してるのに追
イラだけ話せないのは寂しいっち。別に仲良くなんかしてないわよ。おーい、話がそれてんぞ。で、これからどうすんだ。ファン全員に聞くのか。お前が妄想者だろ。そんなことしなくても明日になればわかるはずよ、きっと。え、そんな簡単に。だって私たちは繰り返しの影響を受けていないのよ。この妄想を生んだ妄想者も繰り返しの影響を受けないはずだわ。だから明日になったらもう一度改めて話を聞いてみるのよ。さすがはサキッチ。妄想者だったら今日と違う反応が返ってくるっち。確かに理屈はわかるけどさ、もしその妄想者が来なかったらどうするんだ。犯人は必ず事件現場に現れる。それが推理ドラマのお約束なのよ。ああ、真面目に考えた俺がバカだった。とにかく明日また来て調べるのよ。いい？約束だからね。そろそろ時間か。まもなく月曜日の午前0時をお知らせします。おぉ、繰り返してない。やっぱり俺の夢だったんだ。さあ今夜も始まりました、日曜0時といえばこの番組。あ、今なんて。オールナイトジャポンサンデー。おい待てって。ってことはそれじゃ、うん、やっぱり水木からの待ち合わせメールだ。はあ、本当に日曜日が繰り返してるよ。もう意味わかんねえって。今のうちに断っておかないと。何度も待ちぼうけさせるわけにはいかないしな。よし、これで大丈夫だろ。これから毎日忘れずメールしないとだな。だけど永遠の日曜日も案外面白くないな。とりあえず寝るか。動きっぱなしでなんだか疲れたな。おやすみなさい。あ、誰だよこんな時間に。通販なんて頼んでたっけ。え、その顔やっぱり寝起きね。え、ちょ、どうして。さっきとピン君が待ち合わせ5分前だっち。どうせ寝てると思って起こしに来たのよ。予想通りすぎて面白くないわ。いやそうじゃなくて、どうして俺んちを知ってんだ。こうなることを見越して昨日ピンクに尾行してもらったのよ。えへんち。マジかよ。それにしても意外といい部屋に住んでるわね。ニートのくせに生意気よ。ああ、全部仕送りのおかげだ。開き直らないの。さあ早くリュウちゃんのイベントに行くわよ。
もうイベントが始まっちゃってるじゃない。じゃ今日はもう諦めて帰るか。今からだって遅くはないわ。皆さんの声援とっても嬉しいです。それじゃあ聞いてください、新曲です。さあライブが終わったら聞き込みよ。昨日と明らかに言動が変わってる人、それか挙動不審な人がいたら、その人が妄想者よ。ごめん、朝日、お願い。自分で聞けっつの。あ、ちょっと待って。昨日と同じように話しかけるのよ。彼にとって私たちは今日が初対面なんだから。そっか、了解。どうしよう、ライブで興奮しすぎちゃった。リッピョン、新人なのに盛り上げ方が神すぎる。天性のアイドルなんだろうな。ああ、早く握りたい。で、君たちは何の用？なんでもない。俺のことは綺麗さっぱり忘れてくれ。変な人たちだ。挙動不審だ。きっとあいつだ。気持ちはわかるけど、昨日と会話の内容が変わってないわ。まあ、あの人は妄想者じゃなさそうね。次の人に話を聞きましょうか。ついに人間のリッピョンとの握手会です。握手券は300枚ある。私の解釈ではリッピョンと長い時間を過ごせる。なあ、ちょっといいか。まだ新人なのにも多くの人気、やはり私の解釈に狂いはなかった。これぞ2000年に1人、いや2万年に1人の逸材だ。だからこそ今日の握手会でリッピョンの記憶に残ってみせようではないか。あと少しだ。私の解釈で生のリッピョンと握手が。昨日と一緒みたいね。それどういう意味ですか。そもそも私に話しかけているのですか。うん、話しかけてないよ。何も話しかけてないから。サキ、言いたいことわかるよな。ええ、挙動不審だけどきっと彼じゃないわ。よし、メガネ君にも聞いてみよう。待って、昨日は私が話しかけたわ。だからここは私から話しかけてみる。たびたびごめんね。ちょっとだけ話を聞かせてもらえないかな。どうしたんだろう、リッピョン、元気なかったな。やっぱり元気なかったよな。僕、何か悪いこと言っちゃったかな。聞こえてますか？心配だよ。まさかこんなに心配になるなんて。もしもし、リッピョンのためにはどうしたらいいんだろう。あ、僕が辛い時、リッピョンは笑顔をくれた。それは僕への応援だったんだ。だから今度は僕が笑顔をあげるんだ。そう、リッピョンを一生懸命応援するんだ。ああ、行っちゃった。もう、びっくりした。いきなり大きい声あげるんだもん。でもメガネ君、昨日とは明らかに様子も態度も違ってたな。ええ、そうね。急いで追いかけましょう。